ということでお待たせしました、キッチンチキンに戻ってきました。じゃあタイヤ転がるから、あの多分同じセリフだねから、あれ、あ、うまいな、この人と見せかけてこっちか、生きてる。もう遅い、死んじゃったじゃないよ。なんというか衝撃的な怒られ方だな。一体何があった？あのね、私被害者よ、わかるわけないじゃない。気のせいか死ぬためにずぶとくなってるような。ほら、私ほら刑事だからタフじゃないと。やっぱりでどうだった？ D99 号の明日の作業調べてきてくれたかな？そこは覚えてるんだ。もう死にすぎて体勢がつきまくってる。ああ、約束だからな。実は私の方にも聞きたいことがあるのだが。うん、いいよ。お互い利用する約束だもんね。それでは情報交換といこうか。そうね。まあ私の殺害犯人聞きますか。ここへ来る前に警察署の本部長さんのオフィスを通りかかったのだが、またすごいところを通りかかってきたね。そこで私は見てしまった、私を殺害した犯人を。え、見たってどういうこと？私が撃たれたあの現場には監視カメラがあったのだ。そしてそこに映っていた犯人は君だった。嘘でしょ？記憶がないって言ってたよね。どう思う、リンネ刑事。私じゃない、そんなやってないよ。君は確かこう言っていたな、私を撃った犯人について記憶がはっきりしないと。そんな君がなぜやってないと断言できる？だって前にも言ったじゃない、私あなたから情報をもらうはずだったんだよ。情報か、あるいはそれこそが私を撃った理由だったのかもしれない。どういうこと？私を撃つ理由、あなたは私が追ってる事件の情報を持っていたはずなの。だからそれを聞き出す前にあなたを撃つはずがない。その情報を言ってくれたらまだ他に考えることができるかもしれないけどね。そうだろうな、確かに情報を聞く前ならば。え、しかしすでに情報を聞いた後だったとしたら。びっくりしてたもんね。あの時君は私から何かを聞いたようだ。なんだろうな。そして大きなショックを受けた。それは何だった？覚えてない、知らないわ、本当よ。覚えてないのか、なんでだろうね。命を助けてもらって記憶を戻った、そう思ってたけど、そうじゃなかったのかも。何の事件を送ってるか教えてくれたらな、まだ考えられるんだけど。あなたから何かは聞いた、そんなの思い出せない。君は私から情報を得た、そして撃った、そうじゃないのか？違う、私は撃ってない。教えて、一体あなたは何を言ったの？私一体何を聞いたの？わかんないんだよな。まあ D99 号の予定言いますか。君の言った通り、独房には小さな黒板があった。しかし D99 号氏の黒板には何も書かれていなかった。え、一言で言えばそう、予定は未定といったところか。そんなまさかそんな。なんだこの予想外のうろたえっぷりは。明日の予定がない、そんなにショックなことなのだろうか。
私は生前予定など考えたこともない気がするが、刑務所で明日の作業がない、どういう意味かわかる？意味？正確には作業がないじゃなくて作業できないの。だって処刑されるから。やっぱそういうことか。処刑だと。あなた知ってる？ D99 号の罪。ああ、確か奥さんを殺害した家族の目の前で。そうよ、でも違うの。あの人がジョージさんがそんなことするはずがない。ジョージさん付けなんだ、お父さんじゃないんだ。育ててくれたみたいなってこと？それにこの国で死刑が執行されるなんて、もう何十年もそんなことなかったのに。ああ、そういう設定なんだ。たとえ本人が望んだとしても。本人が望んだだと。この事件には絶対何か裏があるのよ。私はそれを見つけなきゃならないの。あの人に明日の作業がない、以上、今すぐにでも。 D99 号ジョード刑事か。彼もまたどこかで私につながっている可能性がある。絵描いてたしね。彼はこの私を知ってるのだから。ポイント X、 今夜このレストランは警察にマークされていたようだ。ポイント X として。ポイント X、 それっぽいね。なんか君がのこのこ逃げ込んできて、白い警部さんもびっくりしていた。カバネラさんが？そもそも君はどうしてここへ来たんだ？一言で言えば、あなたのせいかな。私だと？ああ、メモ。はいはいはい、覚えてる？あの時のメモ。ああ、覚えてる。私が読めなかったメモだ。読めなかったって、タイミング的に読めなかったんじゃなくって、本当に読めなかったんだね。読めなかったの意味のシーンを分かってなかったけど。場所と時間が書いてあったわ。キッチンチキン10時。つまり私は今夜ここで誰かと会うはずだった。そういうことね。私はどうしてもあなたの情報が欲しかった。だからここへ来たの。最後の手がかりだったから。それがポイント X だった。ということは警察がマークしていたのはこの私だった。そうね、なんか半年間かけてようやく手にした情報って言ってたよね。でもそのメモはまあ胸のポケットにあって、ニーネちゃんが持ってった。それでどうするの？あなたの目的果たされたわけでしょ。ああ、死んだ理由とかっていうこと？でもますますね、なんか心残りはあるよね。誰が自分を撃ったか答えが分かったんだから、犯人に復讐でもする？それなら簡単だよね。このまま私を助けなきゃいいんだもん。これが私が望んでいた終わりなのだろうか。私を取り巻く謎は全て解き明かされたのだろうか。これから君を助ける。え？言ったはずだ。私は全てを知りたい。私は何者だったのか、なぜ殺されたのか。まだ連中の正体もわからないままだ。私は答えを見つけ出す。そしてそのためには君の協力が必要なのだ。わかった。ありがとうは言わない、今はまだ。そしてごめんなさいも言わない。あなたが見つける答え、私も見届ける。いいだろう。それではそろそろ過去へ戻るとしようか。いつまでも肉の下敷きになっているのは切ないからな。う、過去に戻る。行こう、死の4分前へ。キッチンチキン10時。ほんとちょうど10時だね。カノンちゃんは10時、キッチンチキンか。
あのとんがりさん、こんなとこで誰と会うつもりなのかな。これは何、これ、メニュー表じゃなくって鏡、なんだろう、え、何あれ立派な七面鳥、あ、二階がある、すごいね。2階がバーっていうことで、なんかそういう宅配じゃないけど提供もしてるんだ。ローラーブレードすごいね。いいんだ、まだなのかな、私の肉頼んだんだちゅ、あ、ここにぶら下がってるんだ。あれ食べられないかな、無理でしょ、発泡スチロールとかじゃない、ぶら下がってるんだったら。え、ああ、バク転で避けたんだけど、肉、肉いや笑い事じゃないわ、ごめん見たことのない圧倒的な死に方だ。ワンチャン車にひかれるよりひどいんかな、どうなんだろう、まあこの肉の材質によるけど。うるさいな、秋田の普通の死に方は。しかしある意味刑事らしい死に様とも言えるね。かっこよかった。え、どのあたりが、死ぬ前にちゃんと一人助けているあたりがな。ああ、ウェストレスの子ね、頭に肉を乗せた。君も頭に肉を乗せるならあれぐらいのサイズにすることだ。次はそうする。とにかくあの子を助けようとした、しなければ君は死なずに、にゃにゃにゃ、死なずに済んだ。まあそうだが。それは無理でしょ、私ほら刑事だから。じゃあ飛び出さないようにウェイトレスさんを先に制した方がいいのかな。でもどっちにしても肉も来てるからさらに移動してほしいんだよね。それに突っ込んできた運転手さん助けることができなかったよ。あ、確かにそこ変えるの難しそうだな。あの勢いでは運転手は即死だっただろうがな。やはりこんな刑事さんには助けないわ、こんな刑事さんは助けないわけにはいかないな。この大惨事のきっかけは明らかだ。問題はそれをどうやって防ぐかね。3人の命が。さあ始めましょうか。難しそう、確かに。よし、じゃあしおり4分前やっていきましょう。今魂のとこにいて、まずは確認ですね。セリフ見、あ、もういなくなっちゃった。メニューボード、ベル鳴らす、スタンドか。メモ調べる、あ、メモ見たい。あ、でも読めないのか。あのメモあなたが書いたんでしょ。そうだと思うのだが思い出せない。10時といえばもう約束の時間だよね。考えてみたら待ち合わせの相手もう来てたのかもしれないね。あー、2階のバーとか。でもキッチンチキンなんだよね。刑事さんならまずそれを調べるべきだったのでは。確かにどっちかつと心も待ちにしてたのチキンだったねいや、ごめん、何しろここはチキンがうまいから。美味しいんだ。うまいからなんだ。お店の様子ちょっと見回してみようか。分かった。左がケーキ屋さん、これなんだろうってなって、あ、上がチキンで、ここもつながってるんだね。あ、なんか喋ってるけど遠くて聞こえない。あー、しまった、消えちゃった。また時間経ってんだよね。もう一回見たいから、あたりを見回してみようか。からの、あ、お肉待機してる。あ、出てきた。そのパネル、デザートでも追加注文するつもりかな。自分の行動を見られるのなんか恥ずかしいな。あのパネル、そういえば何が書いてあったっけ。何これって言ってたよね。
細かい記憶が曖昧で、なんだっけな。とにかくこの辺りにいても何も変わらない。ここから離れる方法を探すべきか。ベル鳴らしたら来てくれるってことかな。これパネルってこのスタンドのことだよね。やはりダメだ。何が書いてあるか読むことができない。あ、そうだ、このパネル何が書いてあったか思い出した。お水のおかわりの際はベルを3回続けてどうぞ。あー、なるほど、3回続けてチンって鳴らしても持ってきてくれなくてさ、当店のルールみたいですなんて言われちゃって。何をみたいですって、あんたの人店の人でしょ。いや、あんた店の人でしょ。割と根に持つタイプの刑事さんのようだ。なるほど、3回鳴らせばいいのかビクってしてる。あ、来てくれたよ1回で。今何もできん。あ、お水持ってきてくんないとダメなのかな。とりあえず聞くか。はい、お呼びでしょうか。え、ごめんね、私呼んでないよ。え、あ、それもしかしてある種嫌がらせですか。肉遅いじゃないのさみたいなニュアンスを込めた。いやいやいや、そういうわけじゃないけど。なんだ、よかった。肉を焼くのはコックさんで、私をいじめても無駄ですから、そこのところくれぐれもぶれないようお願いしますね。でも今肉持って待機してたよね。変な子、同感だ。私も時間経過しちゃった。どうしようかね。でも肉待機してんだよなとりあえずじゃあもう一回ベル鳴らしてみる。あ、今押せた3回。そっか、ピクってした分もちゃんと×ボタン押さないといけなかったんか。はい、またしてもお水のおかわりでしょうか。え、ごめんね、私呼んでないよ。それにしても何、またしてもって。いえ、お客さん立て続けに3杯目ですから。そうなの。あれ、これもしかしてある種嫌がらせですか。そういうわけじゃないけど、とにかく肉を持ったあなたを早く見たいな私は。了解しました。それではもうしばらくお水をでお楽しみくださいませ。お水持ってきてくれたピッチャー。よし、右に来れた。上の階はさ、序盤の頃からずっと吹き出し出てたけど、吹き出し出てたけど、カートに行っとこうか。聞けない、まだ聞けない。あ、変わってないのか。いいね、いいね。一瞬電話帳も気になるけどねで、カートでなんか、あ、荷物だ。トランク調べる。右行けないや。お待たせしました。はい、では会話を見てみますか。なあビューティー、実際どう思うよ。本当に信用できるのかい、この取引は。さあね、それを考えるのは私たちの役目じゃない。でもこの国で彼の予言通りの事件が起きたのは事実よ。彼の予言通り。ああ、あれは笑わせてもらったね。全国中継のテレビで国家機密を丸ごと歌い上げた男、そして警察のトップを人質に取って警察庁に立てこもった男ね。そこつながってるの。でもさ、もし裏切られたらとんでもないことになるぜ。ああ、操ってた人、どういうこと。これは彼にとっても必要な取引なの。彼、シセルかな。だからこちらも最大限彼の条件を飲んでるわ。はあ、おかげでこうして余計な仕事をさせられるわけか。で、つまりこれだってさ、リンネちゃんを呼び出した後の自分の約束だったっていうことだよね。ま、あんたと組めて俺っちは問題ないがな、ビューティー。どうしてこの人たち知ってるの。特別刑務所のこと。そうね、特別刑務所。
国家機密を疑った男、警視庁に立てこもった男、これらの事件は機密事項として扱われているの。言ってたじゃん、シセル、あの刑務所の看守たちが。看守じゃないか、警備員か。両方とも聞いたことがある。しかし、とても最近。犯人たちは専用の施設に拘束されてるわ。それが特別刑務所よ。一般には知られてないはず。D995 浄土刑事も特別な犯人というわけか。今夜私が耳にした事件を彼らが今口にした。俺は偶然なのだろうか。関係者電話帳を更新しました。何？刺した？ねえ、なんだいビューティー、場所を変えないこと？うわー、もしかしてわしらの気配分かったんかな。あの奥の席がいいわ。あ、わしらの気配じゃなくて車の気配。あ、まあでもなんか変な勘が働く人なんかな。おーライビューティー、その言葉待ってたぜ。後ろのバーターなんて言うんだっけ、さんは聞かないふりしてんのかな。まあそれが仕事だもんね。その言葉は待ってたぜ。静かな場所で二人きり嫌いじゃないさ、そういうの。急にね、誰か立ち聞きしてる、そんな気がしたの。あー、じゃあ多分トラック、現実さっきまでの世界線だったらここでずっといたのかな。で今シゼルが今ここにいるから立ち聞きしてるような気がしたと。私霊感強いから霊感っていうの。わあ、いいっていいって、そんなわけなんざ、そんないいわけなんざ。行こう、愛の国へ、肉の架け橋を渡って。肉を持っていくんだ。今も動けない、私トランクに置き去りにされた。そこまで見るんだ。あれ、私今どこにいたんだっけ。どういうこと、私たち気づかれた。霊感というやつか。まさか初めてだね、ここでここに来て霊感持ち。でも私だってあるわよ、不思議な力。そうなのか。例えば近くにチキンがあったらすぐに気がつくし。それは匂いだ。とにかくこれで少しだけ状況は変わったな。そうだね、運命更新。私信じないわ、霊感なんて非科学的な。幽霊がなんか言ってるぞ。気がついたら置いてかれちゃったね。そのようだ、肉についとくべきだったか。足がないって思った以上に不便よね。なのに何よ、あの二人、誰か立ち聞きしてる気がするって。足がないのにどうやって立ち聞きできるってな。私に怒鳴らないでもらえるかな。まだ何か話してるな。あー、もう気になる。私もだ。肉に乗り移れなかったか、確か。グラスとボトルスタンドをひねるベル。なるほど、ちょっと一旦トランク開けてみる。随分大きいな、それに重そうだ。怪しいよね、なんか真っ赤だし。ねえねえ、ここに中身ぶちまけてみようよ。残念だがそれは無理だ、今は鍵がかかっている。じゃ、ぶちまけたかったな。鍵がかかってるか、今は。ボトルスタンドひねる。あー、気づいて気づいて。あー、なるほど。あー。気づかない。ねえ、もしかして私たち閉じ込められてない？この辺に。そうかもしれない。私二つ思ったことがあるんだけど、一つ、私たちがあの二人のところに行くには忘れ物の赤いトランクのことを使うしかないってこと。なるほど。もう一つは、シャレ物の青いバーテンは使えそうもないってこと。そうね、
だって今グラスが落ちて気づいてないんだもんね。それ以外に使えそうなものを探すとするか。じゃあ3回鳴らしたら来てくれる。まあでもお客様用の3回だからとりあえず今は1回。うん、お呼びかしら。あ、もしかしてあのカップルを見て寂しくなったとか。だとしたらちょっと嬉しいかも。そっか、申し訳ありませんが私は何人たりとも呼んでおりません。え、そこに立たないでいただけますか。グラスの曇りが見えないので。ここで働き始めて2日、ずっとあなたを見てたのに。まだたった2日なんだ。かき乱すのはカクテルグラスの中身だけにしてくださいね。でも持ってきてないんだよな。意外に浅いアルバイト歴だったね。俺だけ